大木にむたしです。今日はですね、サニーレタス最終日、収穫最終日ということで、サニーレタスの畑に来ております。無事ですね、ここ6畝、2月の中旬12から端っこがね、多分12ぐらいから植えて、でここ植え終わりが15、6ぐらいだったと思うんですけど、まあそんな感じの、サニーレタス でパオパオをせずにもうずっと植えてから、育ててきました。でね、ちょっとそれでもね、暖かい暖冬傾向なので収穫しっかりできるかなと思ってたんですけど、ちょっとそうもいかずに、2月のね、末が暖かかったんですけど、3月に入って4月も夜寒いということで生育がかなり遅れて、ね、この6畝以外にあったこっち側の、レタスとはちょっと差が空いてというか、大きさにすごく大きな差が空いてしまったので、ああちょっと失敗したなと思って、もうトウモロコシの時期も来るから最悪すくかってね思ってたんですけど、値段もかなりいい時だったんですけど、トウモロコシに支障が出るのは良くないということで捨てようかなと思ってたんですが、なんとかここに来て大きくなってくれましたね。でもう早めに、端っこのところは早めに取っております。 250g アップぐらいのものをね、収穫して、でこっちの端っこに来たら、まあこんな感じの大きい大きいね、はい、400g ぐらい乗ってるかな、うん、乗った大きい、レタスになりました。でちょっと今これ取ってね、あれだなと思ったんですけど、アブラムシがねやっぱ出始めてて、やっぱパオパオしないと虫の侵入は結構あるんだなというのは再確認したのと同時に、やっぱ防除、収穫前にしっかりね、防除するべきだったなと思います。でこうやってちょっとでも、もうアブラムシが確認できたらもう捨て、もったいないですけど捨ててます。これがちょっと農園のね、信用失ったりだったりね、クレームに、このサニーレタスのクレームにつながってしまうので、ちょっとでもこうチェックしながら、あの1匹でもいたらもう捨てるようにして出してます。これは農薬やらなかった僕がね、悪いんで、捨ててます。で今ね、ザーッと取りながら、この最初の今日ね、4月の26日なんですけど、週始めが21とかかな、からこうずらーっと取ってきておりまして、こっちの最初の一畝はもうこの時取った時から一匹チラチラアブラムシがこう見えたんですけど、一畝に一株いたような感じでした。でやっぱなんかこう日を経つごとにどんどん増えてって、この辺だったりすると、一畝で10株から15株ぐらい捨てるような形となっております。本当にもう出始めというような状態なので、もうそれこそ本当に良くない状況ではありますが、こうやって捨ててるやつにもアブラムシがついてますね。とりあえずこういうところに固めといて、収穫した後に野菜ないですが、トウモロコシだったり移るのが嫌なので、ちょっとこういう残渣に対して、農薬散布もちょっと考えています。ちょっと次のあのトウモロコシのね、農薬散布もうちょっと待ちたいので、今のうちに。でアブラムシね、あんまり最初の方はアブラムシ対策で農薬やらないんですよ。やっぱ2回目3回目ぐらいでアブラムシの対策して、1回目やっぱアーノメーガの侵入だったり、そういうガー系統の系統のものに対してやるんですけど、まあ、そんなような感じで、でちょびちょびちっちゃいの残ってるんですけど、まあ、前から見たらわかると思いますが、まあ、生育が悪かったところですね。小さいところは残して、こういうのは最終日、今日ですね、今日まで残しておいて、大きくなったやつを、まあ、10玉、12玉、15玉だったりの、数多く入れるところに、のケースで出荷したいと考えています。ここまでね、今日まで待たなかったら、本当に20玉も30玉も入れないといけないケースが出来上がるので、ぐっとこらえて残してはいたんですけど、まあ残してた分、ああいうところにアブラムシが溜まる可能性も出てしまうので、もしかしたら取ってる中でね、半分ぐらい捨てないといけないものがあるかもしれませんが、
で、この辺のちっちゃいやつもね、あるんで、まあ、こういうのは仕方ないんで、15玉だったりとかで、出荷していこうかなと思っております。まあまあ、なんなと、ね、そういうちょっとした、なんだろう、良くないことが起きましたが、順序よく収穫して、無事9玉、植えた分、取り切れたのかなと思います。ちょっと一安心かなと思います。まあ、取り切るまで、安心したらダメですが、ちょっとここまでね、しっかり走り切れたのは結構大きいことというか、ね、すごく気候がね、変動というか、もうすごい変な時期で、しかも、やっぱ多湿傾向のところもあったので、病気もかなり出るかなと思ったんですが、まあ2回目なんで、1回目で、栽培期間が長いので、やっぱり病気がないかと言われれば、一畝に一株だったり二株だったり、もうね、病気で、収穫できないものもあったり、外葉をかなり取らないといけないものがあったりとしておりました。なんですが、まあ順調よくいったんじゃないかなと思います。まあこの後もね、トウモロコシ順々に植えていくので、支障なくやれたらなと思っております。だいぶ大きくなりましたね。これぐらいだったら12玉入りとかで出せますし、でこうやって見てる感じアブラムシもねいないので大丈夫かなと思います。なんですがあれですね、やっぱこれ夜とか収穫してる時あるんですけど、ヘッドライトしてるとここの水路に多分コバエがね卵を産んで、コバエの量がすごいんですよね。よう集まってきて鼻の中入ったりとかして、くしゃみが止まらない。はい、まあ、ちょっと長々と話しましたが、サニーズですね、最終日ということで、まあ、無事収穫して、終わろうかなと、終わりきろうかなと思います。で、取った後はね、しっかり、この植えたものが何月に取れたとかいうものの記録は取ってあるので、また、今年のね、秋から始まる、秋口からね、夏終わり、秋口ぐらいから、またサニーレタス始まって、で早いものだとハッシュなんかも8月から始まるので、その作付けをね来年というか次回の作型をまたこう作りながらやっていこうかなと思います、ね、ちょっとずつまた来年のこと考えながら、やっていこうと思いますということでですね、サニーレタス最終日ということで頑張っていきます。ご視聴ありがとうございました。